コドローイポは、イタリア共和国フリブリベネツィアジュリア州、ウーディネ県にある人口約1万6000人の基礎自治体。県と、ウーディネに次ぎ、県内、第2位のコムーネ人口を有する。当地に所在する、リボルト空軍基地は、イタリア空軍の極義飛行隊、フレッチトリコローリの拠点として知られる。ウーディネ県南西部のコムーネで、地域は東にダリアメント川を隔てて、 ポルデノーネ県に接する。コドロー一方の市街は、県とウーディネの西南西約2 3トルポルデノーネの東約2 5トル、州とトリエステの北西約7 1トルベネツヤの北東約7 7トルに位置する。ウーディネ県外略図隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。括弧内の PN は、ポルデノーネ県所属を示す。 ローマ時代にクアドラビウムとして建設された町である。その後はフリウーリー地方に属する町としてその歴史を重ねている。1511年にはゾンピッチアでフリウーリー人農民によるベネツヤ貴族襲撃事件が発生。これが引き金となってベネツヤ共和国に対する反乱につながった。パッサリアーノにはベネツヤ共和国最後の ドージェとなったルドビーコ・マニンの邸宅、ビッラ・マニンがある。1797年、フランスのイタリア派遣軍司令官であったナポレオン・ボナパルトはビラ・マニンに滞在した。ベネツィア共和国を名実ともに滅亡させたカンポ・フォルミオ条約は、このドージェのビッラで起草された。コドロイポには、以下の分離集落がある。ビッラ・マニン。ありがとうございます。